伸ばそう静岡健康寿命。このコーナーは浜松医科大学の先生にいつまでも若々しく生き生き暮らすための健康術、最新の医療事情などを伺います。7月は消化器系のがんを取り上げています。先週は食道がん、そして今日は胃がんについてです。浜松医科大学外科学第二講座、竹内博也教授にお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず胃がんについて教えていただけますか。はい、胃がんは胃の中にできるがんなわけですけれども、そのおよそ半数は胃の出口側3分の1の部分にできるというふうに言われています。胃がんはですね、欧米よりアジアの国々で多い疾患として知られています。日本でのがんの部位別の死亡率を見ると、男性ではですね、胃がんは第2位、女性では第3位と、以前に比べると減ってきていますけれども、それでも年間およそ5万人の方が胃がんで亡くなっています。どんな方が胃がんになりやすいんでしょう。はい、胃がんの危険因子としては主に4つあります。1つはヘリコバクターピロリ菌の感染、2つ目が喫煙、3つ目が塩分の摂りすぎ、4つ目が野菜や果物の摂取不足です。また皆さんが飲まれる緑茶にはですね、胃がんの予防効果があるというふうに考えられています。静岡県民にとって緑茶がいいということはとっても嬉しいですよね。そうですね。で、一方よく耳にしますピロリ菌、実際これどのような菌なんでしょう。はい、ピロリ菌は胃粘膜に感染する細菌で、飲み物や食べ物を介して感染すると考えられています。幼少期の親子での口移しや井戸水の飲水などが関係すると言われていて、中高年で感染率が高いのですけれども、最近の若年者では減少傾向にあります。そのピロリ菌なんですが、具体的にはどのような働きをしちゃうんでしょう。はい、胃粘膜を障害して、で慢性胃炎とか胃十二指腸潰瘍、それから胃がんの原因になるというふうに考えられています。なのでこのピロリ菌を除菌することができれば胃がんの予防効果があるというふうに最近考えられています。除菌って簡単にできるものなんですか。はい、まずはですね、その患者さんにピロリ菌がいるかいないか検査をぜひ一度受けてみてください。検査としては内視鏡で胃の組織を調べたり、血液とかですね、尿、便、それから呼気といって吐く息ですね、こういうものを調べたりするなどいろいろ方法があります。もし菌が見つかった場合も除菌は難しくありません。はい、胃酸を抑えるお薬と2種類のですね、抗生物質を1週間内服します。で、この除菌で菌が消えなかった場合はですね、そのお薬の組み合わせを変えて、二次除菌といって、次のもう一度除菌を行うと、ほとんどの方は除菌が成功します。薬を飲むだけで。で、実際に胃がんになってしまった場合どんな症状が出てきます。はい、実はですね、初期の方はほとんど症状がございません。だんだん病気が進行してきますと、水落ちの不快感とかですね、胸焼け、げっぷ、またお腹痛くなったりとかですね、体重が落ちてきたりとか、いろんな症状が出てきます。診断としては、通常のですね、内視鏡、胃カメラの検査とか、バリウムを飲んで、造影するような検査がございます。もうそういう症状出たら早めに検査した方がいいですよね。そうですね、特に、そういう症状がない方でもですね、とにかくその胃がんのリスク評価をした方がいいだろうということで、最近新しいいろんな検査ができてくるようになってきました。で、特に血液検査でピロリ菌感染があるかないか、それと粘膜の胃の粘膜のですね、萎縮があるかないか、こういう胃炎の程度を判定して胃がんにかかるリスクがですね、どれぐらいあるかというのが簡単に分かるようになってきました。血液検査で分かるんですか。そうですね、すごいですね。ぜひ皆さん一度検査を受けていただいて、自分の胃ががんになりやすいかどうかを知ることが大切かと思います。で、このような胃がんのリスク検診や職場検診を受けて精密検査が必要と言われたらですね、必ず、内視鏡検査、これ二次検査ですけれども、受けていただくとよろしいかと思います。治療法にはどのようなものがあるんでしょうか。はい、胃がんの治療は手術と内視鏡治療、化学療法の3つが中心になります。で、その治療法は進行具合、これステージと言いますけれども、これに基づいて決まってまいります。がんが粘膜にとどまっているがんで、リンパ節や他の臓器に転移がないと考えられる、いわゆる早く見つかったようながんではですね、胃を温存できる内視鏡的切除が普及しております。
これは要は胃カメラでですね、がんの部分だけを削り取ってしまうという治療です、で、粘膜より胃がんがもう少し深く進行した場合はですね、手術が標準的な治療となります。で、手術はそのがんのある胃とその周囲のですね、がんが転移している可能性のあるリンパ節を一緒に切除する全身麻酔での治療になります。他にはどのような治療法があるんでしょう。はい、化学療法、これは抗がん剤治療なわけですけれども、手術前や手術後に行う治療や手術ができなかった場合や再発してしまった場合などにがんの進行を抑えることを目標として行われる治療もあります。最近では全く新しいタイプの抗がん剤も登場してきまして、さらなる治療成績の向上が期待されています。浜松医大ではどのような治療が行われているんでしょうか。はい、一般的に胃がんの場合胃を約3分の2からですね、場合によって胃を全部取らなくてはいけないことがございます。ただし胃を大きく取ってしまうと手術後にですね、患者さんがかなり体重が落ちてしまったりとかですね、食後にだるさとかめまいなどが起きる、これいわゆるダンピング症候群というんですけれども、手術後にいろんな症状が出てくることがあります。そこで浜松医大では手術の時にですね、特殊な検査を行うことによって、一部のリンパ節と病巣の部分だけを最小限に取る手術方法も実施しています。胃をなるべく残したい患者さんはぜひご相談ください。胃がんは早期に見つかれば治るものなんですね。そうですね、早く見つかれば確実に治せる病気です。発がんのリスクを遠ざけて積極的に検診を受けていただき、ご自分の健康を守ってください。それが健康長寿への第一歩になるはずです。最後になんですけれども、リスナーの方から質問が来ておりまして、うちの家系は母方が胃がんで亡くなった方が多いです。祖母とおばら4人が胃がんで亡くなっています。がんは遺伝しないとも言われていますが、同じ胃がんで亡くなる人が多いと心配になってきます。食生活などの環境の方に影響するものなんでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。胃がんと遺伝についてはですね、まだよく分かっていないところがありますけれども、ご家族で似たような食生活を続けてこられた影響やピロリ菌に感染しやすい環境にあった可能性はあると考えます。おタバコとかですね、塩分の過剰摂取、また野菜や果物の摂取不足に注意すること、またお近くの医療機関で、ぜひ一度ピロリ菌の検査を受けていただいて、もし陽性であれば除菌を行うこと、また定期的に検診を受けていただくことをお勧めしたいと思います。検診大切なんですね。そうですね。この伸ばそう静岡健康寿命プロジェクトは新聞、テレビ、ウェブでも展開されています。@S 静岡健康寿命で検索してみてください。またラジオではリスナーの皆さんから心筋梗塞、脳梗塞などの血管の病気、心の病についての悩み相談も募集しています。この機会に浜松医大の先生に聞いてみたいこと、番組までお寄せください。この時間は浜松医大の竹内先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。